思うんですよ。まあ、届けるかな。50ドル渡したらありがとうって言ってね、そのままもうね、ブクブクブクっていくらだって聞いたらね、30ドル、50ドルだって笑いながら言ってね、周りのこの人たちってよく知ってる人なんです。おばちゃんもね、びっくりした顔して、で、このおっちゃんもね、インドの朝ごはん、こいつにそんな値段言うなよと。インドの朝ごはん、YouTube 大好き。で、これでね、ちゃんと守ってくれました。この辺もね、やっぱりインドの優しさが出るんですよ。本当にこうね、ちょっとね、悪いイメージが多いんですけど、ね、こうやって仲良くなるとね、みんないろいろとね、フィルターの紙がね、小さかったからね。さあ、帰っていきましょう。気ぃつけて気ぃつけてやってるけどね、何回でも何回でもこうしてねやらない。でこうやってね、ゆっくりコーヒーをね、新聞の読んで引き立ててすごいいい匂いでね、毎朝これを ね、 でね飲んでます。幸せです。いいイメージってね、旅人さんの中ではねないんですけれども、でもね、ほんまはね、落ちる速度が調節できるね、見えてきます。これね、人と人のつながりっていうのがね、すごく、なんていうんでしょう、大切にされてるなと感じますよね。インドの朝食です。さあ、ということで、インドのいつもの朝ごはんの動画でした。暑くなってきた、もうそろそろ半袖の時期です。さあ、でもあれね、4年前の動画やからね。またこれからも見てください。よろしくお願いします。ということで、コーヒーができましたんで、飲んでいきます。これはね、何年も前にね、もう20年も前かな、わしが作ったやつです。山中かな。熱うて持てないです。熱うてちょっと熱うて持てへんから、皆さんの前で飲まれへんけど、今コーヒーいい匂いしてます。いい匂いしてます。これを飲みながらね、今日一日始めていきたいと思います。また新しいインドの朝食のやつ出てます。飲みたいね、皆さんの前で。熱い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 。うん、おいしい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 。うん、この時期はね、なんでタイム人の方が多いかっていう。